はい、やってまいりました。体験農園の文ちゃん三農地区。こんな感じでですね、畑、3月から植えたのがですね、順次植えたのがどんどん成長しまして、だいぶですね、収穫できるようになりました。ということで、今日はちょっとですね、株とか大根ちょっと見てみたいと思います。こんな感じで、いい感じで、なってますね。意外とね、早いんですね。出来上がるのが。という意味でちょっと大根のところちょっと見てみますけど、こんな感じで、ちょっとモンシロチョウがいたりしてね、結構、大きくなってますね。はい。で、こんな感じで、トマトも、こういう形で、トマトがね、出来上がってますね。これから収穫が楽しみですね。ということで、意外と早いんですね、トマトもね。これから赤くなっていくと思います。そして、これが今日取ったね、株ですね。株。まあ、約1ヶ月ぐらいですね、この株は。この後ね、家で食べたんですけど、めちゃめちゃうまいですね。葉っぱからなんか全部食べます。ということで、意外とね、農業いいですね。自分で作って食べれると。で、最後ね、これ大根ね、引き抜いた。隣の人が引き抜いたんですけど、そうなんですよ。これ、結構いいですね。葉っぱがふさふさです。